放送席、放送席、そして大学ファンの皆さん、今日のヒーローは見事通算150セーブを達成しました増田投手です。おめでとうございました。ありがとうございます。まず通算150セーブを達成した今のお気持ちいかがでしょうか。皆さんに、この場面を作っていただいて、感謝の気持ちです。9回4番の山川選手の一発でリードをもらっての今日のバウンド、どんな気持ちで向かったんでしょうか。いつも同じように一球一球一人一人をしっかりと丁寧に投げることを意識してマウンドに上がりました。そして上がったバウンドではいきなり先頭打者ヒットを打たれました。今日のピッチングいかがですか。そうですね、打たれた後のフォアボールが少し自分の中で今でも悔いの残ってますけど、まあ、最終的にゼロで抑えられたので、まあ、良かったかなと思います。最後はライトフライでした。どんな気持ちで見つめていらっしゃいました。まあ、チームが勝ったんで嬉しかったです。はい、増田投手、去年はバームを経験されました。今年にかける思いというのが人一倍だったと思うんですが、そのあたりいかがでしょう。まあ、一年一年勝負だと思うので、本当に今年はしっかりとチームに貢献することだけを考えてマウンドに上がります。さあ、これでチームの連敗も止めました。これからまた両サイに戻って戦いが続きます。明日以降の戦いについても一言お願いします。また火曜日から、ホーム帰って、ファンの皆さんと共に、戦っていきたいと思いますので、また応援よろしくお願いします。おめでとうございました。この子、新8人目となります通算150セーブを達成しました増田投手でした。ありがとうございました。日経空間、一周型、2000万円をかける行動をお願いします。